対これ出るから絶対返してくれ。バッとパンと投げたのあれが最初最後でしょ。そう逆に度胸は座ってるね。バネの切れたフットワークで行ったんですよ。さあ来いっていう感じで、うわ。ちょっと選手時代の話っていうか、うん、ちょっと前の話を伺いたいんですが、監督の中で選手時代と監督として、まあ、16年現在まででベストゲームっていうか、まあ、ベストゲームって全てベストゲームなんでしょうけども、うん、勝った試合とかは、うん、一番思い出に残ってるゲームってありますか、あるいは場面ってありますか。いや、もうやっぱりね、俺神宮でカウルが俺の前打っててさ、3番打っててで2点負けてました。負けてて、はい、延長だったかな。いやいや9回でした。それで伊藤明光君が抑えできて、はいはいはい、で原さんって、俺絶対出るからって、絶対俺を返せって、言って分かったって言って、そしたらね 3-2、 まあ昔は 2-3 だよね、うん、2-3 からね粘って粘ってファール、それでフォアボールに出て、フォアボール出ました、フォアボール、はあ、顔が本当に出たと思って、それであの時ね 1-3 というカウントになって、 1-3、はい、やっぱりちょっとシュートボールが彼は得意だった。そうですね。でいいカウントになって、ああって、あインサイド来るなと思って、そパーンと打って、あれで同点になってね。そうです、ああ、それで延長戦に行って1点、大野裕二かなんかがそうですホームラン打って、はいはい、それで勝ったんだよね、はい、大事な試合だったんですね。ギリギリの、結構、はい、そうあのゲームって言って僕がバッと放り投げて、あのゲームっていうのはそういうカオルとの3番4番のそのそうね、たかだか10秒ぐらいの会話だったかもしれないけど、打席に立つまで非常に重かったし、まあ、逆にそれが僕の発奮材料になり、またそういうふうに結果が出たという点ではもう自分の中ではやっぱり一番いい打席だったかもしれないね、うん、ありがとうございます。いやいや、いや僕もそんなことを絶対に俺出るからって言って打席行ったことは多分あの時だけ、絶対俺出るからって絶対返してくれって言って、本当にね 2-3 からねもう粘って、それでフォアボールで回行ったんだよ。そうです足が速そうな感じで行ったんだよ、バネの切れたバネの切れたフットワークで行ったんですよく言われてますね、バネの切れたフットワークで行ったんですよ本当に。そう楽に返してもらいました。でもあの時、でもあのバッとパンって投げたのあれが最初最後でしょ。そうあんなことやっちゃダメなの。でも自然にやったことは自然にね、出ちゃったんだからね、自然に。あれは考えてたわけじゃないし、自分でそんなこと、そうもうたまたま。でもあの時にね、パッと思ったのがね、あビャーンって投げた時に、あ古田と審判に当たっちゃうかもしれないなって思った自分が、俺って優しいんだなと思って、っていうかね、優しいっていうか冷静ですね。いやだから、いやもうガーッとなってんだけど、バーンって上げた時にパッとそう思った。うん、余計だよそんなこと考えなくたっていいのに。でそんなだって避けるよって後で思ったけど、でもねそういう自分がいたっていうところにね、あすごいですね、俺って優しいんだなと思ったいや優しい、まあ、優しい、もちろん優しいんですけど、すごい冷静だなと思います、うん、そのだけ興奮してても、うん、それが今の采配につながってるそんなことはない。監督としてはどうですか、この試合みたいなのってありますか。そうね、何年だったかな、中日とクライマックスやったんだよね。で中落合さんの時にね、はい、でノーアウト1塁2塁からね、ダブルスチールのサイン出したの、はい、ランナー亀井、はい、あの時に間一髪、まあすごくいいピッチャーたちがたくさんいた、うん、カープはね。そうですね。それで、まあ、ノーアウト一塁二塁っていうとバントというセオリーが、まあ、正しいんでしょうけど、もうここはワンアウト二塁三塁にしたって、1点、まあ、取りに行くよりね、もう思い切って仕掛けようと、うん、言ってね、まあ、ちょっと緩めのセカンドランナーセカンドに行くとちょっとこう緩いで、それをね僕スティールだダブルスティールのサイン出したわけ。さすがにその時は震えたね。これで亀井がねスタートパーンって切った1球、もう当然1球目ディスボール、うん、
ほいでね、もうブワーッと間一髪、まあ今で言うならば多分リクエストっていうことになるでしょう、うん、でもセーフ。あのゲーム多分あのクライマックスを取ったのはあのワンプレーかなというね、うん、あれはやっぱり自分の中でも非常に記憶としてこうドキドキしたというかね、うん、あの緊張の中でもうさーってこう血の気が引きながらさあ来いっていう感じでうわっという感じね、ダブルスティール亀井ランナーセカンド、うん、その時ぐらいですか、サイン出してドキドキしたって。スクイズとかどうですか、ね、いやああいうのはまあ多少はねあるのかもしれない。でもほらそういうサインっていうのは僕が悪いことになるわけだから、うん、出した方が外されたり、うん、でそういう時ってね僕が悪いからと思うから諦めもつくのね、うん、なるほど、うん、例えばバンドのサインを出したらバンドをミスしたら監督を責められずに選手を責められるでしょ、うんうん、だそういう監督っていうのは、まあ、そうですね、そういう作戦っていうのは時に弱い作戦なのよね、うん、監督がリスクを背負うような野球っていうものはやっぱりそのダブルスティールだとかさ、うんうん、外されたら、だからもうそういうのっていうのはね、なるほど、まあ、エンドランだってそうよね。エンドランだってもうサインが出れば要するにバッターはそのボールに対して食らいついていって、でも変なとこに外されたり変なとこ行ったらそれを振れっていうサインだからないわけじゃない。だからそんなのはもうこっちがリスクを背負ってるから、そういう時はもうダメだったら僕が悪いんだからというね、選手は悪くないよというふうな時は逆に度胸は座ってるね。へ、うん、いろんな監督経験者にこうサインどのサインが一番しびれますかって、やっぱスクイズっていう人が多かったんですよ、うん、周りに、うん、違うんですね、うん、やっぱその辺はやっぱ違うんですね、うん、そんなことを思ってたらね、うん、何十年もできないかもね、まあ、そうですね。あと10年ぐらいやって、今野村さんが2500勝してるんですかね、監督で1500だと思う、1500、あ、じゃあ1500超えてもらわないといけないんで、長くやるためにドキドキしないで、なんかいつも新鮮であるというところはやっぱりこう自分もいつも新鮮に野球に取り組んでるから、なんか積み重なったのかなって、先を考えたりなんか後ろを振り返ったりそういうこともあんまりないもんだから、だからできてるんじゃないかな。本当に日々新たにって監督よくおっしゃいますけれども、本当にそれを地で言ってるんだなっていう、三原さんの教えなんだよね。あ、三原治という昔の名将ね、はい、ジャイアンツ OB でもあるんだけど、はいはい、ジャイアンツの監督もやられて、まあ、西鉄ライナーとかね、はいはい、まあ、ヤクルトのになったり、まあ、いや三原治です、まあ、中西さんが息子さんになる、義理の息子さんになるね、中西太さんで、俺も三原ノートというものをね中西さんにもらってね、でそこに要するに人生、野球もそうなんだけどもういろんなのが書いてあってね、それですごく中西さんに僕は感謝してる。でやっぱりそのノートはまあ帳面だよね、昔のね、でそこにもらって、で1年後ぐらいにお返ししてね、その中に一つのやっぱり日々新たなりっていうね、いつでも新しく切り替えるっていうことなんだろうね、まあ、新鮮にピュアに、なんかそういうのはすごく勉強になりましたね、日々新たに僕もやってきます。いえ、そうそう、すいません、試合前に長々とありがとうございました。大丈夫だ、また、いや、もう試合なんて大事な試合、来月また来月、ね、ございます、ありがとうございます。またどうなってるか分かんないけどね、いいですか、はい、ありがとうございます、はい、これをちょっと、あ、すごい腹痛、これはもうあすごい、これは僕が任せますから、これは僕がもらえますから、後で岡崎君って書いてます。